お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は SIC 匠魂仮面ライダーザファーストを発掘してきました。 SIC シリーズ匠魂のボリューム9、発売は2007年11月で、販売価格はそれぞれ税込み550円。仮面ライダー1号と仮面ライダー2号は造形は同一のものが使われているようで、カラーリングによって2人の仮面ライダーが再現されています。2台のサイクロン号はオリジナルの雰囲気を残しつつ SIC らしいアレンジがされています。面白いのは劇中ではベース車両が異なっている2台ですが、匠魂ではカウルとカラーリングの変更でここまで違ったイメージに仕上げていることですね。カウル以外の造形は同一の車両になっています。よーく見てください。
SIC 匠魂仮面ライダーザ・ファースト、仮面ライダー2体とサイクロン号2台、発売時の合計金額は税込み2200円ですが、今これを再販したならいくらで売り出すんでしょうね。物価が高くなったとは言っても、最近の大人のおもちゃの価格設定は納得いかないものが多いって感じるのは気のせいなのかな。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロでした。バイバイ。